サンタ・アポローニャ駅はポルトガルの首都リスボンにあるターミナル駅である。リスボンでは最も古いターミナル駅で1865年5月1日に開業した歴史的な地区であるアルハマ地区に位置している。駅の北には17世紀に建てられたサンタ・エングラシア教会やサンビセンテでーラ修道院が西側には軍事博物館があり、駅の南東側は ページョ川に面した岸壁になっている。1891年から1957年にかけてリスボンでのターミナル駅の機能は中央駅としても知られたロシオ駅が担っていた。今日ではリスボンでのターミナル駅としての機能はオリエンテ駅とサンタ・アポローニャ駅が担っており、リスボン近郊列車アザンブジャ線のほか、ポルトガル鉄道が運行する特急にあたるアルファ、ペンデラール、 急行にあたるインターシティ、スペイン方面へ向かう、国際夜行列車トレンホテルや首都エクスプレスなどが発着する。多数のバスが発着するほか2007年にリスボンメトロの駅が開業し、利便性が向上した。2015年夏ダイヤ現在、平日の主な運行路線及び、発着頻度は次の通り国際列車、マドリードイキルスティニアエスプレス案内へイキシュッド。 エスプレス高速列車アルファ、ペンドラールサンタアポローニャ駅と、ポルトイコールカンパニャン駅、または、ブラガ駅間の列車インターシティサンタアポローニャ駅と、ポルトイコールカンパニャン駅、または、ブラガ駅間の列車サンタアポローニャ駅とコビルホ、駅間の列車サンタアポローニャ駅とクアルダ駅間の列車ザンブジャセンアザンブジャサンタアポローニャ駅サンタ、アポローニャ間の列車、1時間に1本から2本2014年、 冬ダイヤ現在、リスボンメトロアオセの平日ピルマの運行間隔は6分55秒、朝の通勤時間帯には最短4分55秒間隔、夕方の通勤時間帯には最短5分20秒間隔で運行されている。駅構内地下駅で相対式ホーム2面2線を有する。ポルトガル鉄道、ノルテ線長距離列車及び、リスボン近郊列車、アザンブジャセンブラコで、 プラタ駅サンタアポローニャ駅リスボンメトロアオセン、テレエロデパソン駅サンタアポローニャ駅ウィーキメディア、コモンズにはサンタアポローニャ駅に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。